3月23日土曜日19時から浪人生向けライブ配信、21時から浪人生向けオンラインセミナーを開催します。学びずの矢沢と今井が浪人生活成功の極意をもうこれでもかというぐらいね語り尽くしたライブ配信やオンラインセミナーになってます。これから浪人頑張るぞっていうそこの君はですね、必ず参加するようにお願いします。卒業旅行とかもあってなんすかそれ自分の人生責任持ってないですね、そのスタンスだから現役の人だと思います。関東市内の受験情報を何でも発信します。総研はあちらぼ、学びぞの矢沢です。篠崎です。お願いします。はい、本日のテーマはですね、浪人を決断した君へというテーマでございます。はい、今しがた浪人生を送り出しました。そうですね、はい、本当に頑張っていただきたいというところなんですが、うん、もう今、まあ、この動画撮ってるのが1月の末でして、はい、で一応公開が3月の頭ということで、まあ、現役もしくは1浪目とかで、ダメでもう一回、ね、チャレンジするという子たちに向けて、まあ、元気な感じで頑張ろうぜみたいなのではなくまあ、それでもいいんですけど、はい、まあ、浪人をするというのはどういうことか、まあ、結果が、ね、まあ、思った結果が出ずに、まあ、浪人することを決めたと思うんですけど、そういう子たちに向けた、まあ、メッセージ動画となっております。はい、うん、はい、本当に今まで何千人って、ね、生徒を送り出してきたけど、まあ、浪人生が必ず、まあ、送り出した浪人生も言ってました、必ず言うのは、いやマジで1年間時間ないっす、ね、いやマジで本当一瞬でしたって口を揃えて言うんですよね。だから浪人生で1年間あったから余裕しゃくしゃく、なんかいい感じの浪人生活でしたなんていう、少なくともその受験に向かうまでの渦中、心としてそんなこと思ってる受験生なんて一人もいないですよね、うん、この1年は本当に精神的にもしんどいし苦しみ続けるような1年なんじゃないのかなというふうに思います。やってもやってもかからないよ、1年あるからと思って浪人する人が多いかもしれないけれども、この1年って一瞬だし全然伸びねえじゃないか、話が違うだろうと思う受験生がほとんどなんじゃないのかなと僕は思うんですよね。だから今もしこれね、入試どういう状況で浪人を決断したのかっていうのは人それぞれだと思いますけれども、やっぱり打ちのめされて浪人してるんじゃないですか。現状の力では落ちてるんですよね、早慶行きたいと思って早慶には行けてないし、マーチ行きたいと思ってマーチに行けなかった自分の力なんだっていう、この現状のこの事実をちゃんと受け止められるかどうかっていうのはすごくね大事なんじゃないのかなというのをふうに僕は思います。だからここからね、あと 1,2 ヶ月、4月からじゃあもう一回頑張るかとかなんてありえないでしょ、ね、そうやってなんか自分が受からなかった事実に目を向けないで、そこをごまかして4月からもう一回リフレッシュしよう、リフレッシュなんかしてる時間は僕は浪人生には厳しいこと言うけどないんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。そのリフレッシュの1ヶ月で逃げてるだけなんじゃないのかな、自分ができなかったことに向き合いたくない1ヶ月をリフレッシュと称する受験生もいるので、そうなると結局その1ヶ月間、ね、またゼロに戻ってしまうわけだから、まあ、浪人を決めたっていうんであれば今この瞬間にね、まあ、走り出さなければいけないと僕はね思っています。うん、浪人生からすると、浪人を決意した身からするともう耳が痛い。いやでもまあ3月は塾選びで卒業旅行とかもあって、はい、なんすかそれなんすかそれ。いや先生、卒業旅行は行きたいです。卒業旅行行ってからじゃダメですか、浪人生活。いやもう俺はないなと思っちゃいますよね。それぐらい重い決断だと思うんです、はい、いや僕もないと思います。自分の人生責任持ってないですね、はい、いやそもそも浪人決意した子僕めっちゃ偉いと思います。すごい、うん、そうだね、まずそもそも、うん、だって一生懸命やってればやってるほど、どれだけ過酷な1年がまた待ってるかって想像容易につくと思うし、多分勉強してたら周りにも浪人生が塾とかでねいて、どんな顔をして勉強してたか見てきたと思うんで、自分がじゃあいざそうなるってなった時にもうそれをじゃあするかってもう重い腰を上げること自体僕は素晴らしいと思います、うんうん、素晴らしいと思います。たださっき言ってた、うん、じゃあ3月卒業旅行行ってその後頑張って、
そのスタンスだから現役をしたと思います、うん、その思考が変わらなければ結果は全く変わらないし、自分が求めている 100% の結果は得られないと思います。で 100% の結果が得られないというか、その浪人して自分が求めている結果が得られないんだったら最初からやらない方が親孝行じゃないですか、うん、金もかかるしまた受験代もかかるし、もう生きてるだけでお金なくなっていくわけですよね、うん、で僕はどっちかというと裕福な家庭ではなかったんで、うん、そのもう何としてでももう絶対に一発しかないっていう、うん、思いがあって、もちろんそのみんなもその覚悟で、ではあったと思うんですけど、多くの子がとは言ってもそういうことになってしまって、もうこの時はもう浪人をさせてもらえる環境にめちゃくちゃ感謝しないといけないと思うんですね、うんうんうん、当たり前じゃないんで、うんうん、僕らからするとめちゃくちゃ贅沢なことさせてもらってると思うんで、うんうん、ってなったらもう2回迷惑かけれないですよね、うんうん、で応援してくれる家族がいる中で、いやでも3月は卒業旅行行かしてくれって、いやだって皆さん気づいてると思うんですよ、4月の時の偏差値のこのばらつきと、あの12月、ね、直前期で変動ないっていうふうに言われてるじゃないですか。そうですね、ほとんどの場合基本的で、そんな分かってるにもかかわらずみんな言うんですよ、偏差値が先生上がりませんって言うんですよ。当たり前じゃないか、そんなあの標準偏差から取ってそこからのばらつきなんだから、みんなができるようになってんだから、そんな偏差値なんて同じようにみんな勉強してたら上がるわけないじゃん。だから他の人と、ね、違うような努力とか、ね、取り組みをしなかったら絶対上がらないんですよ。だって徐々に上がってくんだから、偏差値の概念も分かってない状況で、なんか偏差値上がらないんですよね、1年経ったらなんかね、そういう自分になるんじゃないかって望んでる、願っちゃってる受験生、浪人生めちゃめちゃ多くて、あのやめた方がいいかなと僕はあの思いますよね、うん、その僕の感謝ができないとかっていう話だったら、うん、感謝ができてないからその3月は勉強しにいいとか、塾選んでる時に本気で勉強してないとか、うん、卒業旅行に行きたいとか、うん、その勉強から自分の人生から向き合うことから逃げる行動をしてしまうと思うんですけど、うん、まあ、そのスタンスだったらもうそもそも浪人しない方が、そうですね、はい、絶対に、まあ、もうそういう受験生で伸びないのはもうパッと会った瞬間に分かってしまう部分もあるので、はい、申し訳ないけれども、うん、めちゃくちゃ厳しいこと言ってるように聞こえますが、もう僕らは何千人も浪人生見てきてるがゆえに、あのどうしてもね、そういう風になっちゃいます、そういう風に言っちゃいますんで、うん、それはちょっと自分の胸に手を当ててですね、ちょっと自分に本当にどういう人生にしていきたいのかっていうのを、はい、聞いて本当に成功する浪人生活を送るのか送らないのかっていうのは、うん、自分自身に聞いていただきたいなというふうに、そうですね、本当に1年かける価値があるのかを、まあ、よく問うてあげて欲しいな、自分のバリューというか価値に生きれるかどうかってすごく大事な1年だと思うんですよね、はい、うん、だから本当にダメな受験生、早稲田行きたいんですよね、行ける自分にどっかなれると思ってるんでしょうね、どっかで確変すると思ってるんですよ、うん、やっぱ自分が本当に1年この投資するだけの価値がある1年になるのかどうかってことをしっかり見極めていただいて、もう迷ってる暇はない、もう浪人するって決めたんだったらもうそこからの逆算で本気で取り組んでほしいな、本気でやっぱ取り組む浪人生は僕は今までたくさん見てきたけど美しい綺麗だと思います。それはもうねエゴかもしれませんけど、やっぱそうやって頑張って人生を変えたっていう受験生もたくさん見てきたので、自分にとってのバリューをしっかり見極めて浪人にねするって決めたんならもう死ぬ気でやってほしいなと僕は思います。いやだからその自分の人生を変えるために浪人をするという覚悟があるのであればですね、学びずにも浪人生を受け付けておりますので、もし、まあ、今日の、ね、動画を見て、私にはその覚悟がある、だから、本当に受かるために協力してほしいっていうことをを素直に言えるのであれば、ぜひともですね、学びずむの浪人生説明会、オンラインで、実施しますので、詳細はですね、動画の概要欄と固定コメントの方に書いておきますので、そちらをご覧いただいて、浪人生説明会に参加していただけたらというふうに思います。慣れ合いをする、浪人生は、求めてないというか、うん、別にそんなんで金稼ごうと思ってないんで、本気で受かるんだったら僕らは全力で受かるって決めて
来てくれるんだったら全力で、僕たちはそれをサポート、しますので、ぜひとも、参加していただいたらと思います。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。マナビズムの公式 LINE では早慶マーチの各大学の傾向と対策がわかる早慶バイブル、マーチバイブルっていうのをプレゼントしています。早慶マーチ志望の方は概要欄の URL からぜひ LINE 登録をお願いします。